おはようございます。 You remember when we were out last week? I met this girl. Yeah, what about it? Well, she blocked me on Tinder. お疲れしたー、やったー、やったー。 What's up, everybody? りょうすけっす。ということでみんな、前回の動画ね、概要欄にも、見てない人はぜひ見てほしいんやけど、人生で初めてロッククライミングをしたと。むちゃくちゃきつい。俺のバケットリストが一つ叶って、今どこにいるかというと、すごいよ、今いるところ。ここ、じゃじゃん。はい。崖の上に佇んでいます。たけみくんと一緒です。What's up, 皆さん。今はね、このポータレッジという、この崖の上にテントを作ると。そして今日はこのテントで宿泊するということで、まあ、前回はここまでロッククライミングをした動画をお届けしたんでね、ぜひ、見てない人は前編を見てもらって、で今日はこのポータレッジの過ごし方ね、で夜はね、ちょっと武美くん特製の焼肉とか、あとまあ俺もいくつか食材持ってきてるんで、夜を存分に楽しんで、そしてこの景色も存分に楽しんで、みんなこれ見て、足元、はい、夜をここで過ごすと。みんなここで寝るんよ俺ら、はい、断崖絶壁です。ハンギングキットって言って、おジェットボイル専用の、はあ、吊るしておくやつなんですよ。すげえ。これをここに入れまして、はあはあ、でもこれをこう引っ掛けますと。あ、すげえ。はい、はあはあはあ、これで宙に浮かせて調理ができるっていうね、なんとも壁キャン専用の。すごいね、はい、聞きましたか皆さん、壁キャンやって聞いたことないよね。でも俺らは今日ゆるキャンということで、超絶今回もゆるゆるでお届けして、ゆるゆるキャンプです。ご飯食べましょう。お腹空いちゃった。後ろの景色すごいよ。いやめっちゃいいっすよね。もう特等席ですよ今回。特等席、こんなとこでね寝れるのね、やっぱり人生で一回は経験したい。いや本当にね、これすごいから。まあ今ね、もちろん俺らあの命綱つけてるんでね、はい、安全にやっていこうと思いますんで、お楽しみに、はいはい、景色は唯一無二なんでね。そうですね、これちゃんとガーデニングもあるんで、ここに、はい、こんな感じですね。見てこれ夕日すーげー綺麗。超綺麗ですよね今。ほんでドローンも見た、すごいっしょ。最高の場所、本当にすごいとこでやってるからね、壁キャン。やってみましょう、ぜひ。トイレのシーンも。これ合ってる？合ってます、合ってます。もう完璧です。あ、そうです、そうです。今日の献立は、とりあえず白米と焼肉です。はい、焼肉です。といろんなものです。はい。いろいろあります。お腹空いたらたくさん食べる。寒くなってきた。寒くなってきましたね。はい、だいぶ暗くなってきたね。気温が下がってきたんで、長袖。っていうか、本当イベントたくさんの方来ていただいてありがとうございました。前回の動画でも言ったけど、東京、大阪、福岡で1500人ぐらいの方に来ていただいたんで、新作もいろいろ出てるんで、ぜひ概要欄見てみてください。着々と飯の準備も進んでおります。はい、そして俺らの真下は相変わらずという感じですね。はい、いやー、何事もね、やっぱ新しい挑戦というのは楽しいもんやな。こうやって武美くんみたいに協力してくれる人がいないとね、なかなかいないと思いますけど、ね、いやいないね。ちなみにさ、これあるやん、はい、ポータレッジのテント、これっていくらするわけ？これはまあ6、7万ぐらいだったと思います。あ、安い。意外に、はい、10万もせんのやん。あ、でもフライシートとか入れると結局10万ぐらいしちゃいます。あ、これにさらに本当はかぶせるのとかはあると、はい、武美くんの方のねテントはね、もうちょっとね簡易的というか最新なんやけど、その分小型っていう。今日のメインディッシュですね。来ました。はい、来ました。なんと、はい、なんとお肉が、うわ、すげえ。マジでちょっと漏れちゃってる。マジ。はい、持ってきてます。やばい。これを焼肉にするという。やばいやん、はい、楽しみや。なんつうのやろ、こんな贅沢な景色を見ながら、こんな足出してもめちゃくちゃ快適なよね。しかもこれ背中にさ、こうやって持たれることができるけさ。持たれるけ、これめちゃくちゃええよ。
ほら壁キャンで焼肉だぜ。焼肉豚ロースです。うわぁ豪快。あかんあかん、くっせ。うぇー、中が見えない、中が見えない。油もなしで。油もなしです、もうこんなのは豪快に。男の料理なんでね。男の料理なんでね。油なんかいらないです。確かに。これに白米もあるということで、いやお腹すいた。いやマジでちょっとね、俺初体験ロッククライミングもすごい動画になってるんで、そっちも俺の頑張りを見てほしい。ここまで上がってきたんやからね。これなんか歩いてきたとかじゃなくて、これマジでドローンで見たらわかるけど、アバターの世界なんとここで寝るんでね今日。ちょっと信じられんけどね、楽しみ。いい匂いがしてきたよ、いいこの断崖絶壁 で、 ですよ。むちゃくちゃいい匂いしてきた。できました、俺らの壁に取り付けた。うわー美味しそう。もう間もなく焼けますね。そして後ろではこの絶景とこの夕日ですよ。夕日、そんな時間になってきました。お肉がいい感じにできてきましたね。いやもうペコ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 、匂いが充満しておりますよ。味でうまそうだなこれ。やばいこれ、うん、白米はできております。食べる、もう食べちゃおっか。塩があるんすよ、そんで。いやもうそれ、あー最高塩持ってきたんでね、あの瓶のやつちゃんと。最高、重たいしじゃあもういいですか。じゃあいいですか、はい、先に先にいただいちゃっていいですか。今日頑張ったご褒美ということで。そうですよ、本当に。豚肉、豚肉いただきます、いただきます。もうね、何もいらんやろこの顔見てくれたら、うますぎる、うますぎる、本当に。豚の甘み、そして塩気、500点満点です。そしてこの白ご飯のちゃんと炊き上がってる感じ。いやうまいっすよね、本当に。やばい、美味しい、最高、甘い、うますぎるむちゃくちゃ響く。実はあの僕からのちょっと今日プレゼントがありまして。あれ、じゃーん、あじゃーん、やばいやばい、どうした。乾杯、乾杯、ありがとう。はい、たけみくんとの出会いに、そして双子山に乾杯。乾杯、最高。くわー、がー、うまい、むちゃくちゃうまい。ここで飲むってのがいいよね。ここで飲むのがうまいっす、やっぱり。こんなとこで飲めんよ。砂漠でも飲んでもめちゃくちゃうまかったけどこの見ました見ました、岩壁でもうますぎるわこんな景色のもと、こんな焼肉の匂いを醸し出しながら楽しめるなんて。夕日がまだまだ飯持ってきてるんでね。この麻婆豆腐ちょっとチートやけど、いただきます。お、おいしい、うん、あ、おいしい、四川やスパイスが効いてる、飯テロですねすごいでしょこれ。料理の値段とかね、クオリティも大事だけど、はい、どこで食うかっていうね。そうっす、どこで誰と食うかっていうのが大事、何をその日にしたのかっていうのも大事ですよ、やっぱり。確かに、うん、はい、これで多分欠点消してもめちゃくちゃ明るいやん。結構明るいっすね。おおすげえ、撮影にはちょうどいいっすよね。あー、こういうの、すごい、むちゃくちゃ明るい。ここだけ崖のその岩壁とは思えんね、ここなんか牛肉もあります。食べましょう、いただきましょう。ラスト肉です、いただきます。うまっ、うん、うん、牛やな。牛っすね、うん、うまい。ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、ありがとうございました、ありがとうございました。最高の焼肉でしたもはやもう暗すぎて何残っちゃ分からんけど、こっちはもう何残っちゃ分からんけど、移動してるわけではないんでね、カフェラテかなんか飲んでトイレして、でもおとなしく寝ようかなと。思ったより寒いから。そうなんですよ、結構寒くなってきましたね。
マジでこれあの一桁台は余裕でいくし、そうですね、もうワンチャンね5度以下みたいになる可能性もあるね。あ、いいっすね。あーゴールだ、ゴールだ、やばいやばいやばい、すいません、すいません、お尻が熱い。乾杯、食後のひとときを。乾杯です。乾杯です。最後やな、贅沢やわ。贅沢っすね。あー最高、最高、あったまる。めちゃくちゃあったまるねこれ。めっちゃいいっすねこれ、最高。でこれ足を突き出してさ、プランプラとプランプラと下はもう断崖絶壁やけども、カフェラテはどこで飲んでもうまい。まあうまい、ほんとうまい。そろそろ9時ぐらいということで、はい、寝る準備をしようかなと。寝る準備です。はい、で寝る前に必要なのはちゃんとおトイレに行っておくことということで、こんな真っ暗やけど、一回上に戻ってちょっと一緒に武見くんとトイレに行こうかなと。じゃあこの上上がってきます。はい、はい、上に戻ってきました。じゃあここでおしっこして戻ります。はい、さあ戻ります。はい、戻ります。はい、一瞬あっち照らせる。ああここに、はい、いますね。あちらにいますね。あれですね。いますね。はい、寝床が。戻りましょうか。いただいて。おお。チェストハーネスですね、こちら。はい。これはもう胸のところに、こう巻きつけて、うん、まあ、こんな感じでつけるんですけど、おう、こうつけて前で、要するにこう、カチャッと命綱をつけて、はいはい、ここで命綱をつけていくと。胸の前でつけていただく。わかりました。足元から、はい、これから胸に変えると。はい、バッチリです、はい、これだけ。もうあと下は下何もない何もない。ちょっと怖さが出てくるけどね。ちょっとあんまり、はい、立つのやめよう。立たない方がいいっすね。そうよね、はい、ちょっとなんか暗闇で高さがないから怖さがなくなったんやけど、実は断崖絶壁やから気をつけんといけない。じゃああとは寝袋出して、はい、寝袋です。寝袋完了した、準備が。こんな感じ。じゃーん、寝転がりました。こっちは断崖絶壁、こっちはね岩で足元。一つ言っていいですか、むちゃくちゃ快適です。半端じゃねえ、むちゃくちゃ寝れると思うこれ。ほんとなんかインフィニティチェアみたい。もうこの寝っ転がった時のふかふか感とちょっとふわふわ浮いてる感、落ちたらかなわんのでね。携帯とかも落ちそうなやつは全部カバンの中、そしてかけれるやつは全部かけてる。こんな感じです。最高やなポータリッチ。これでこんな感じで寝る感じっすね。おーいいね、まさにこの空中で寝るのの醍醐味ですよこれは。明日の朝の景色もお楽しみに。おやすみ。おはようございます。めちゃくちゃ寝れたんやけど、普通に寝れた。やっぱ明るいとすごいねこれ。こんなとこで寝てました。ほら、崖です。おはよう。朝ですか。めちゃくちゃ気持ちいい朝やわ。むちゃくちゃ寝れた。こんな体勢で寝てたんよ。みんなわかる。おはようございます。これ見てすごくない？これすごい。朝焼け明るくて、もうなんかすげえ朝の時間やなと思って時間見たら、なんとまだ4時50分でした。むちゃくちゃ朝
ここで寝た感想としては、まあ、まずむちゃくちゃ気持ちよかったっていうのを話したと思うんやけど、あと寝返りむちゃくちゃ普通に打てたね。これさ見ての通り、もうちょっと離れたら分かるけど、すごいさ、こうなってるよね。こっちが壁側にさこういってるから、はいはい、自然と寝るとこういうこっちにピタッとこう安心してなんかね、うん、壁側につくわけ。これをさあちょっと腰痛いなと思った時に普通に寝返り打っても絶対こっちに落ちないわけ。こっちにこうピタッとこうはまるから、これ結構寝返り打っても全く何の問題もなくいけた。これが新たな発見。ポータレッジで全然寝返りは打てます。寝返りが打てると。打てる、はい、最高に寝心地がいい。発見だらけ。恐怖心に駆られたりとかもなかったですか？全くない。あ、受け入れるしかないから、はいはいはい、もう落ちる時は落ちるやろうし、はい、でもまあね、これだけしっかり武見くんも大丈夫って言ってくれてるから、はい、もう受け入れて大丈夫やろうなって、もうめっちゃ落ち着いたね。武見くんがインスタ360でね、映像としてはこんな感じになる。なんとこんな朝一早々に、まあみんなが不安であろう、落ちたら危ないやろという声がもう聞こえてくる俺には。そんな時はね、こうなるよというのをなんと武見先生が見せてくれるという、体を張った実証実験を、はいはい、まあ、寝てて、はいはい、こう落ちるわけじゃないですか。落ちるわけじゃないですか。まあ落ちるのも相当こう難しいんですよ実は。あ、もうこういう紐とかがあって、ね、まず落ちられれない、むしろ、うん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 、落ちようと思ってもちょっと落ちられないんですけど、うん、例えば本当に寝相が悪くて、うん、はい、じゃあ落ちますってなっても、え、もう全然大変。落ちるの落ちるのがまず大変で、でも落ちたとしてもじゃあ落ちます、怖い、うわ怖い、おおおお、本当やすげえ。全然なんともないっていう。本当やね。落ちてもこうハーネスにぶら下がるだけなんで。本当や。なんでもないっす。一応安全管理はしっかりしてますよっていうのは、はい、あのお伝えしたかったので。しっかり安全装置をつけて、はい、さらに、熟練のまあ経験もあるんでね。ちょっといいこと思いついた。上行ってねトイレしようと思ったんやけど、昨日それは見したから、今日は。武見スペシャルということで、この上でしかもうトイレする状況がないというところに追い込まれた時にどうやってするかというのをみんなに見せたいなと、はい、あの実際砂漠とかね 6000m とか、まあ、いろんな極地でね、はい、トイレの様子を見せてきたと思うので、今度はこの岩の壁の上で崖っぺりでどうやってトイレするのかと。山なんでね、やっぱりこう自然を汚すことがないように、もちろん俺らが使ったゴミとかもね全部持ち帰ると。モンベルさんの使わせていただいて、はい、こんな感じ。この中に凝固剤とか入ってると。もうちょっと紐が1個ありまして、ここに、はいはいはい、これは外しても全然安全なのでこんな感じで外しましたと。で、うんちをするときはここでこうズボンをこう下ろすと。へえ、はい、ちょっとあの多分モザイクとかかけるのめんどくさいんで、実際にはちょっとやらないですけど、うんうんうん、そんな感じでやるんで、ね、はい、実演販売させていただきます、はい、このモンベルさんの、モンベルさんのあっち向いてやるっていう感じ。そらそう、武見くんの気持ち悪くてしょうがない。凝固剤かな。凝固剤ですね、はい、はい、では、はい、いいですか。はい、どうぞ。見ちゃダメよ。音も綺麗な音を流してあげて。あ、綺麗な音ですね、はい、じゃあ綺麗な音流します。あ、危ない危ない。あの、はい、下を見せないよ。下を見せない。ここに今、はい、ここに今入っております。入ってます。ちょっと揉むとすぐ固まりますね、多分。あったかい。やっぱこの冬寒い時にさ、おしっことか出して
昔の人はね、なんかこれを北海道じゃないけど、うん、それに使ってたっていうの分かるよね。めちゃくちゃ高い。すごい久しぶりに自分の小便を優しく揉み上げた。あ、固まってきましたね、だいぶ。固まってきた、はい、絶対見せれないけどね。固まってきましたよ。朝一の太陽みたいな色してる。表現が、うん、日の出の色してる。日の出の色してる。ようやく見せれるようになりました。はい、入れました。これは持って帰ります、はい、お朝ごはんこちら、サーモンリゾッタ、チーズリゾッタ。これめちゃくちゃ美味しい、はい、砂漠マラソンでもたくさん助けてもらいました。ビーフシチュー、ビーフシチュー、これも美味しいのよ。天野ふんさんの、はい、僕は林飯ですね。竹見くんは林飯と。林飯、あった。チチチチチチチ、ピクニックやな。ピクニックっすね、本当に。いただきます。うまっ、うまっ。ビーフシチュー、マジでこれ俺砂漠マラソンで食べた中で一番当たりやった。250キロ1週間生活させてもらって、これいただきます。あ、濃すぎた。だけど美味しい。ちょっとまだ汁っぽいんですけど、あ、美味しい。あ、美味しい。これこのシリーズでは、うん、カップ飯では一番うまいです、林飯。美味しいね、はい、林飯美味しい。最高の朝食ですね。やばい。そんなに夜とか、はい、やっぱちょっと節制してるから、はい、こういうなんつうジャンキーなもんっていうか、炭水化物ドーンみたいなもんあんまり食わない分、こういう時には我慢せずに好きなだけ食うっていうのが食べるんですね。一番こうモチベーションにつながるっていうか、食事がめちゃくちゃ楽しみになるから最高。なんか昨日とはまたちょっと一味景色が変わった気がするのがまたいいよね。そうですね、一回暗さでリセットされて、うん、また別の角度から光が入ってきてるんで、うん、やっぱ時間帯によってね自然は同じ顔を見せないと。変わりますね。ごちそうさまでした。また、はい、おー、じゃあついにここから帰る時が来ました。片付けをしてね、この岩場に感謝して上に帰るか。名残惜しいですね。名残惜しいね。もう200ぐらいできるね。楽しかった、本当に。これやばいな、これこれやばいやろ。やばいですね。ほらこんなとこでした。ありがとうございました。戻るぜ。戻りましょう。はい、よいしょ。完全に夕暮れやな。はい、お疲れ様でした。戻ってきました。で、最後に片付けをしてくれてると。戻ります。はい、よし、回収してきました。ありがとうございます。では帰ります。ここからそっち側に、はい、下っていくんですけど、はい、そっち側も結構危ないですよ、ね、まだまだ、ね、全然気が抜けなくて、はい、なので下りもちょっと慎重に行きます。特に山登りは下山中に事故が起きやすいというふうに言われているので。間違いない、ちゃんと命綱もついてるんでね。一応、はい、はい、帰りましょう。はい、なかなかの場所を通ります。今、あの昨日会った人たちが、うんうん、走ってくれてて、レジェンドクライマー。結構な道が続くね。これが昨日見えてたローソク岩です。本当や、はい、下すごい崖になってるので気をつけてください。おお、ここでーす。これが前編編で登ったスタート地点ね。ここから上までクーッ
見えんけどね、さらに上まで行くと。頑張ったな、ね、頑張ったね、はい、なんかすごい愛着があるなありがとうありがとう。よし帰ろう。北方面行く途中で着いた、帰ってきました。トリコお疲れ様でした。ありがとうございました。ました、いやでも楽しかった。いや本当に武見くんのおかげで、とんでもないですよ。バケットリスト2つも離れたし、まあ、これからさらにね帰ってきました。レベルアップです。帰ってきましたね、はい、いや新しい挑戦っていうのは楽しいな。よかったです。いや本当によかった。安全に帰ってこれてよかったです。いや本当にね、はい、いやでもポータレッジでの過ごし方は唯一無二やったな。この人生においてもむちゃくちゃ楽しかった。いや本当に今回お声掛けいただいてありがとうございます。いやこちらこそです。本当にもう武見くんがいないと成立しなかったんで。いやいやとんでもないです。本当にあのやる気元気勇気という小学生みたいなこの三原則みたいな一番守れる男ではあるんで、はい、いやすごかったです。本当にいやいやいや、もうね凌介さんのなんていうかうちから出てくるパワーみたいなのがなんとしても俺は今日ポータレッジで寝るんだみたいなやる気をすごい感じて、もうそれがなんかこうあなんか励まされましたこっち。いや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 、もう本当に武見くんにね、はい、一番辛いところは釣り上げてもらったりとか。いやだって初めてですもんね。初めて。すごいと思いますよ。いやいやいや、あの高さに僕多分初めてもう何にも知らないで初めて行ったら、うんうん、マジで何にもできない確かに恐怖感はあるし、はい、まあでも武井くんが言ってる安心感とか、はいはい、でもそれと同時にやっぱり言ってくれてる通り、はい、できないことがたくさんあって、はいはい、あもっともっと学びたいと思ったし。いやもうそれをなんか知っていただいただけで、うん、僕はもうなんかもう報われましたよ。いや本当にもっともっと上手くなって、はい、この山の自然のね景色とかも幅広いのを見せれたらなと思うんで、はい、ぜひ引き続きコラボもしていただいて、はい、あもうぜひぜひ、はい、こちらのチャンネルでも、はい、武見くんのチャンネルを概要欄に載せておきますので、武ムービーですね。武ムービーかなり変わったというか、はい、クレイジーなそれを淡々とやるこの武見くんの人柄が溢れ出てる。しかも自分たちが知らない世界を見せてくれるチャンネルなんでね。あ、まあ、知らない、はい、そうですね。やってなんかいろいろやったことない方にとっては初めての世界かもしれないですけど、うん、ぜひぜひぜひ、はい、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、ぜひぜひ引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日も動画見てくれてありがとう。ありがとう。See ya。バイバーイ。バイ。